はい、ステイホーム。もうね、暇なんです。なんだっけ、今日も動画を、まあまあね、あの、ここ自己満でいいです。あの、まあ、誰かの、あの、誰か一人のね、あの、なんかヒントに、上達のヒントになってくれたらいいと思うんですけど、ですね、去年のこの時期に、菅沼浩三先生が、おうちでドラムってのやってくれ、もうすごいいい企画でまたやってほしいぐらいなんですけど、それの中級編でね、6連符を、同じ6連符です。で、それをいろんな手順で叩き分けるっていうのをやってくれたんですよ。で、それがすごくいい練習で、僕実は僕の生徒さんにもやってもらう、もうほぼやってもらってます。だから、その、まあ、それをヒントにですね、僕が勝手にですけども、その、浩三先生が挙げてくれた6連符を、よりこうね、いろんなこう、具体的に使いやすいようにっていうので、僕の生徒さんは持ってると思うんですけど、6連符をなんだっけ、簡単に早く叩く方法っていうのもプリント僕作りました。まあ、これでも元はあの菅沼浩三先生のおかげの6連符のね。で、浩三先生はね、シングル、ダブル、パフレツ A、パフレツ B、シックストロークロール、パラディドルデュアルっていうのがあったんですよ。で、そこに僕は、まあ、右左足とかね、ガットネタとか、まあ、ちょっとまた、まあ、そこの関連性があるのをちょっとまあ書いたんですけど、こういうことなんですよ。まあ、6連符、さっき、まあ、今日ね、あの動画でいくつか挙げると、やっぱりいろんな音符に6連符のフィーリングを入れると、よりこうちょっとね、まあ、今風というか面白くなるのと、そうですね、やっぱり日本のプロの人でも意外と、ね、やっぱりドンドンパンカクトン、やっぱ16のファンクは結構皆さんやるんですよ。でもその跳ねてるファンクでやっぱり6連符3連符のパラスが鳴ってるっていうのはやっぱ難しくて、ね、本当逆にまっすぐの、でもこれもちょっとね、スイングの感じも出せるといいかなというところもあってですね、ちょっと今日はおうちでドラム、去年やってくれたね、浩三先生のね、のちょっとお話の続きをちょっとやります。で、やっぱりいろんな手順で、なんでそれ別にいいじゃんと思うので、あのね、やっぱりやってみると当たり前ですけど、ダブルストロークをうまく使えるとめちゃ早く簡単になるんですよ。ね。だからそれもね、すごくいい。で、まあ、まずはね、こんなことです。浩三先生がやってくれたおうちでドラム中級編。ちょっと分かりやすいようにまずゆっくりやりますけども、60のテンポで、例えば、シングル。1 and 2 and 3 マクドナルド。4 and 1。まあ、そういうのいいですよね。で、ちゃんとマクドナルドってね、とにかく歌えばその音の形になるので、マクドナルド、そう、人間の脳みそはそうなんです、いつも僕言うんですね。必ずよ、もう取れない時ほどマクドナルドって口に出して言ってください。人間の脳みそってそのリズムをもし歌ったらそれと違うことを叩くことって無理なんですよね。まあ、まあ練習すればできますけど、だから、あ、音がちょっと揃ってないな、不安な時ほどちゃんとマクドナルドって言うと音は絶対にここに揃っていきます。それを1 and 2 じゃあマクドナルド、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 シングルストローク。でも今シングルで、浩三先生のやってもらったこのダブルストローク、ダブルストロークでやるとマクドナルド、2回目は左手になるので、そこもね
ワンツーサン。マクドナルド、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 なんてやるといいかもね。ね、それから、シングル、ダブル、パラフレッツ A です。これも難しいね。簡単です。マクドナルド、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 マクドナルド。今度はパラフレッツ B ね。で今回はこの3つ目の音がアクセントになるので、マクドナルド、ちょうどドのところがマクドナルド、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 からやっぱりね、基礎練習としてはやっぱ足を入れたいので、マクドナルド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 、まあ、音で鳴らしていく。で、ちっちゃい音ですけど、ダブルとか、もしかしたら、まあ、そうだよね、3つで、ね、3つ打ちがちょっとできた人は、ね、まあ、それもちょっとやってみるといいかもしれないですね。から、やっぱり例えば人間の、ね、あの手は2本しかないので例えば右左から足を入れたフレーズもすごくよくあります。でもこれね、一番本当は早くやろうと思ったら一番早くやりやすいわけですよね。で、一人一人の仕事が減るわけだからさ、マクド、マクド、ナルド、マクド、ナルド、マクド、ね、これも一緒にマクド、ナルド、マクド、ナルド、マクド、ナルド、マクド、ナルド。でこの辺はですね、いかにこう、まあでもまあちょっと全部やらなくてもいいや、なんかちょっとうまく使えるようになったら、もういろんなね、ロック連符が使えるようになります。例えば、なんだっけ、やったのはちょっともう、簡単じゃないのも入ったけど、まあとにかく全部3連符ですね。っていうのをちょっとうまく、なんかちょっといい、まあ、じゃあ全部じゃなくて使える、これ僕ちょっと僕のこれちょっと例題がいくつか、本当生徒さん用に載ってるんですけど、例えば分かりやすく、じゃあまあでもまあね、シングルストロークはまあみんなさん多分練習してくれてるので、あえてシングルストロークをやらずにダブルストロークね。例えば今や、まあ、ちょっと後半やったね、ワンツー、これもね、シングルストローク
よりもめっちゃ速くなるのと、パッと聞いた時に音の、まあ、本当は3連符の2つ割りですけども、聞いた感じがちょっとね、何やってるか何だこいつみたいなね、でこれよくよく使えますから、今ダブルストロークを右右左でやったんですけど、これも裏返しのダブルストローク、右左左右、ね、で3連符でやるともう聞いてる人は何やってるか分かんないんですよ、何だこいつ間違ってるか、あのね、例えばワンツーのマクドナルド、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 ワンツーサンハイマクドナルド、ね、でダブルだからめちゃめちゃ速くなります、ワンツーサン、ね、だから速くするの簡単なの、これちょっとね、あのそうそう、まあ、ダブルを3連符で使って、あと分かりやすくね、3のってやるのもいいけど、わざと僕今一回ここにやってると聞いてる人は手順が分かんない、なんかどういう手順にやってるの方法論も分かんないから、結構それが面白いかもしれない、ね、2、3、マクドナルド、マクドナルド、マクドナルド、わか、聞いてて分かった、じゃあ分かりやすくお、なんてやると多分聞いてるじゃん、なんか、まあ、まあ音はね6連符のような気もするけど、なんかちょっとどうやってやってるのかなみたいなね、そういうちょっとまあ、フュージョン系テクニック系のテクニックから、やっぱりとにかくね、パラフレッツ A、 パラフレッツ B、使うの結構ちょっと大変ですけども、逆に6裏返しの6ストロークロール、もうこれも本当にもうすごくよく、ワンツースリーフォーマクドナルド、すごく簡単なので、この裏返しの、表の6もういいですけど、裏返の、ちょっと早くするの簡単なのでぜひやってください。でそれなんかね、もう本当は8ビットなんかにちょっとね普通に入れると、おっ、これすごい、なんかすっげえことやってるのよくわかんないけどみたいなね、言われると思うので、まあとにかくお家でドラムの小戸先生がやってくれたね、中級編6連符で、それを今度はいかにこうちょっとアイディアでいろんなねドラムセットに盛り込むかっていうのをちょっとまあやってみました。ぜひね、いや難しくない、難しく考えると難しくね、まあちょっとやってください。頑張るぞ、ステイホーム。